読みの授業研究会は、1986年に、国語化教育研究者の大西忠春や安倍、ノボルらによって設立された、国語化教育の研究会。略称は、読み研。読みの授業研究会は、子どもたちに深く豊かな国語の力を身につけさせる、ための方法を体系的に解明することを目指して、1986年に、 国語科教育研究者の大西忠春や安倍、昇らによって設立された。一時期科学的読みの授業研究会と称したことがある。年1回発行の国語授業の改革及び研究企業で研究成果を発表している。国語授業の改革は学文社より発刊。会員制を取らずに運営委員会が研究会や出版等を企画、運営し、 研究活動を行っている。代表は、安倍昇ボル。全国規模の研究会として、夏の大会と冬の研究会を年に1回、開催している。また、小学校部会、中学校部会、高等学校部会を、それぞれ1から2年に1回開催している。九州、四国、関西などにおける地方研究会も開催される。日常の研究活動は、 全国各地にある読み研サークルで行われる。東京や京都、名古屋などで年1回8月に開催。研究成果に基づく文化会、模擬授業、講座、講演等が行われる。主に東京や京都、名古屋などで年1回12月に開催。夏の大会での成果をより理論的に追求することが中心となる。模擬授業や講演も行われる。 全国各地で1から2年に1回程度開催。小、中、高それぞれの代表的な教材を選定し、その検討を通して、小、中、高の特性を意識した指導法の追求が行われる。読むことに関する教科内容の研究、体系化と系統化、読むことに関する指導過程の研究、確かな国語の力を身につけさせるための授業構築方法の研究。 小学校、中学校、高等学校の読むことに関する教材についての研究 p i s a 読解力の研究、主体的、対話的で深い学びや、言葉による見方、考え方についての研究、学習集団の研究など、新しい教育課題に応える研究、小学校国語科、言葉による見方、考え方を鍛える、物語の読みの授業と、教材研究、 読みの授業研究会、関西サークル、ありがとうございます。